ジチャンネル。どうも、ついちゃんことついのぞみです。今日はですね、我が家のバルコニーの一角をね、ちょっと変身させたいなと思いまして、じゃん、こんな感じでね、下に引くタイルだったりとか、あとお花だったりとかを用意したのでね、今日はこの子たちをね、並べたりとか置いたりとかして、ちょっと我が家のバルコニーをちょっと過ごしやすい空間にしたいなと思います。で、結構ね、結構こんな感じでもともとあったお花だったりとか、私はこういう動物のね、置物がすごく好きで、あちこちにいるんですけど、こっち側に行くとこんな感じでね、前に紹介したんですけど、こっちにもお花がいくつか置いてあります。で、お花を置いたりとか、こんな感じでね、お花がたくさんあります。で、こっちにはイチゴです。イチゴがね、だいぶ、ほら見て、お花咲いたの、すごくない？3種類のイチゴを埋めたりとか、あと全然関係ないんですけど、しいたけを干してますね。で、あとはネギだったりパセリだったり、そう、今ここは大葉と三つ葉を埋めてるんですけど、まだ出てきませんね。こんな感じでね、いろいろあるんですけど、今回はここではなくて、リンリン、反対側のね、部分をちょっといい感じにしていこうかなと思います。とりあえず最初にこのね、タイルを引く前に、このね、お花たちをここにね、埋めていこうと思います。できるかな。いや、しかし暑いんだわ、今日めちゃくちゃ暑いんですよ。ちょっと頑張ります。お花を植える位置を決めよう。センスがないわ。やってみるか。とりあえずやってみるか。とりあえずね、こんな感じで今並べてみたので、とりあえず埋めてみたいと思います。まぶしい。埋めてみたいと思いますこれでねこれでコアのおもちゃのこれで埋めます。味からいくか。足りなさのとこだけ土を足していきます。これ足んないよね、絶対この土じゃ。これさ、ここに入んないかな。ここ4つだよ。こと。花に関しては近くに埋めていいのかよくわからんの。こうかな。こうだ。よいしょ。もう観賞用の場合はもうセンスだな。センスはないよね。絶対センスはないかも。これ土さ、残ったら分け木に入れてあげて。そうそう、分け木に芽が出ちゃってるからね。花だらけやん。なんでバルコニーに植えるかもあるの。私の朝に対して。朝？あ。おはようってこと。おはようってこと。もうね、見えない。これね、もうね。かわいそう。出ちゃってるからね。で、俺のいないところで、なんか垂れ出た。そう、三つ
葉、三つ葉と大葉。したら指この一本分ぶさっているところ。高すぎだと出てこないけど。これぐらい奥そこに。第一関節で十分足を入れてやってくれ。干し椎茸。干し椎茸。正解だ。椎茸にしてます。正解だよ。できるよ。全然。手作りマスク。洗って。天日干し。天日干しです。オッケー。オッケーでしょ。うん、水だけやっとこう。水をあげて。さあ、とりあえずね、お花が全部埋め終わったので、次はこのタイルを並べて、ちょっとね、可愛くしていきたいと思います。タイル、今度は…こんな感じで完成いたしました。ここはねちょっとまだ入ってないんですけど、お花は影がこんな感じでね、ちょっとほんとセンスがどうなのかってところはあるんですけど、こんな感じでお花を埋めて、クマのねウェルカムをこっちに持ってきてみました。でお花があったりとか、マヤがアヒルの散歩してます。痛い痛い。でタイルをちょっとこんな感じで引いてみたんですけど、もうちょっとなんかばらつき感があってもいいのかなって思いつつ、ちょっとこれしか今ね数がなかったので、こんな感じで今回はね、はい、飾ってみました。いい感じの空間になったかなと思います。ここにはね、こうやって観葉植物的な植物もあったりとかしてます。我が家のバルコニーです。で、ちょっとこっちに行くとシュベリダイです。ちょっと危ない。シュベリダイです。はい、ということでね、今回は我が家のバルコニーの紹介から、このねバルコニーの一角のちょっとアレンジという動画を紹介しました。本当私は今お花だったりとかプランター栽培っていうのがすごくハマっていて、水をあげたらお花がねこう元気になっていくっていうものがすごく楽しいなと思って始めました。でね、あのちょっとした野菜だったりとかも育ててるので、ぜひね今なかなか外に出られなくて、気分転換の一つとしてもねすごくいいかなと思うので、皆さんもぜひお家のベランダでねプランターでお花だったりお野菜だったり簡単なもの育ててみてください。はい、ということで今回はね我が家のバルコニーのこのアレンジを紹介したんですけど、またねさらにあそこの空いてるプランターにもお花をね植えていこうかなと思ってるので、また何か変わったら紹介していきたいなと思います。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私はブログとインスタもやってますので、概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイしてくれてます。バイバーイ。よーちゅ